おはようございます。年が明けまして2020年1月1日、ただいまの時刻は5時49分ですね。昨日はサウナ敷地に一泊して、朝から体を清めてこれから初日の出を見に行きたいと思います。出発前にそしのでタオルをいただきました。よいしょ。まだ辺りは真っ暗ですね。現在1月1日朝6時58分、静岡県の三保の松原へ来ています。すごい人、すごい。こっちは普通に焚き火やってますね。時刻的には間もなく日の出の時刻になると思います。すごいなこれ、燃やし放題。結構これは南側の空は赤く染まってきました。日の出の時刻は過ぎていますが、ただいま時刻が7時5分日の出の時刻が6時53分の予定なんですが、だいぶ空の色が変わってきましたね。ただいま7時8分、まだ日の出は拝めてません。もうすごい空が、だいぶ明るくなってきました。残念ながら日の出は拝めませんでしたが、すごい綺麗ですね。すごい。珍しいおみくじがあるのでちょっと買ってみようと思います。どうぞ。
念願の爽やかハンバーグを食べに、静岡駅前のセノバ新静岡っていうところに来てます。やってるといいんだけどな。あった、5階ありました、爽やか。まだオープン前ですね。うわ、並んでる。QR コード読み取っていただきますと呼び出しがかかりますので、はい、ぜひご利用ください。お願いいたします。何時間待ちぐらいですか。今3時間くらいになってますね。3時間してからもう少し、はい、5に入れるってこと。そうですね、目安としてはそれぐらいになってます。わかりました。爽やかやってきたんですけど、まだオープン前なんですけど、すでに3時間待ちです。マジか。いくつですか。何百万桁も違うぐらいですよ。藤枝のレンゲ寺池公園やってきました。ついに念願の松浦コーヒーをやってきました。見慣れた顔が貼ってあります。動画あ、そうですね。元日からだと忙しいですね。ありがたい。ついに念願の松浦コーヒーさんのコーヒーをお見せでいただくことができます。それではいただきます。美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。
再び爽やかへやってきました。そろそろ今1時11分、そろそろ順番が来る頃だと思います。めちゃめちゃ混んでます。はい、ソースオニオンでお間違いないです。はい、はい、ありがとうございます。おかけしますか。はい、はい、ちょっとの羽が温まりましたら召し上がってください。はい、寒いので、はい、一応戻しなすべて。はい、どうぞ。おー、ただいまの時刻は16時49分、御殿場のサービスエリアまで、足柄サービスエリアまで戻ってきました。まあね、結構夕焼けなんですけど、富士山がとても綺麗に見えます。日中はずっと雲がかかってたんですけど、この時間になってから綺麗になりましたね。すごい、揺れますね。